皆さんこんにちは、釣り YouTuber の岩田ジムロです。そして大家族です。カルト有信です。よろしくお願いしますということでね、今回の動画はですね、まあちょっと雑談的な動画になりますね、はい。まあ、何を話していこうかというところなんですけども、最近シャドーバースの世界大会への切符が獲得できる JCG のオンライン予選ありましたよね、ありましたね。僕も出ましたし、お二人も出ましたよね。出ました、はい。その、プレーオフの決勝進出が進出プレーオフの決勝進出者が、決まったということで、まあ先月末にねナーフもありましたし、ちょっと今の環境をねちょっと語っていこうじゃないかと。その8名のデッキを見ながらね。そうですね、はい。実際にじゃあお二人 JCG 参加された時のクラスなんでしょう、はい。僕はヴァンパイアとネクロマンサー。ヴァンパイアとネクロマンサー。桜井くんは？ヴァンパイアとネクロマンサー。ヴァンパイアとネクロマンサー。そうですね。僕も一応参加した時ね。はい。ヴァンパイアとネクロマンサー。まあそれはそうです。完全にね、まあ、皆さんねご存知の通りティアワンとしてね。やっぱちょっと3つ目とこの2つの強さっていうのが結構離れてる感じがするなとは。うん、僕もそう思ってますね。うん、はい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 。でまあ、今回そのプレーオフを決めた8名のデッキの、まあ、クラス分けが、ドラネク、うん、ヴァンパイアドラ、うん、ネクロイ、うん、ヴァンパイアネクロマンサー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 、ネクロマンサーエルフと。はい、じゃあヴァンパイアネクロマンサーは間違ってなかった。そうですね、うん、8人中4人がヴァンパイアネクロマンサーで、まあ、他の4人は全部バラバラなんですね、うん、組み合わせが。そうですね。だからまあヴァンパイアネクロマンサーが本当今の現環境のトップではあります。それは間違いないと思いますね、はい、はい。でネメシスとビショップが、うん、なしと。そうね、うん、ビショップなんかさブローディアで増えてもおかしくなかったのにいないの、なんで。そうなんですよ、まあ、ヴァンパイアにブローディアだけでは太刀打ちできなかったんですよね、うん、マジ。全然まあ改善はもちろんされてるんですけど、僕は良くて五分かなって思ってます。はあ。確かにね、勝率は上がっては絶対いるんですけどね。結局そのバーナレクが強すぎてですね、うん、ビショップが切り返せないんですよね。ブローディア置く暇も作るのも難しいですし。うわ、そういう感じ。さらにあとネクロマンサーにガンフリなんですよね、ビショップが。もうアーカスを出された瞬間に終わってしまうさらにブローディアも全然刺さらない。はいはいはい、そうですね。ネクロマンサーの最後の20点のワンキルには3点刻むだけ。はいはいはい。ネクロマンサーにガンフリでヴァンパイにもまあ良くて五分って考えるとやっぱ厳しいのかなって感じですよね、ビショップは。ビショップの採用がそれで減っていくと。ネメシスもそうですね、やっぱリーシナは不安定ですし、まあ、引けなきゃ意味ないですね。アーティファクトネメシスもそうなんですよね、うんうんうん、ヴァンパイネクロマンサーにはどちらもやっぱり優位強く通れてないかなっていう、相当上振れないといけないかなって思いますね。順当にその2つクラスはやっぱ上がってくるのが難しかったと、うんうんうん、でエルフが上がってるのすごいっすよね。そう、1名だけね、うんうん、エルフ使いの方が上がってますけど、これまあユグドラシルがやっぱ情報修正されて見直されたからっていうところなんと思ったんですけど、デッキリスト見るとあれなんですよね、ユグドラシル。ユグドラシル1枚採用なんですよね。ピン差しなんですよね。あんまり関係ないかなっていうピン差しだったんで、もともとだからヴァンパイアネクロマンサーに勝てる実力があったっていう。いや本当すごいと思いますね、うん、僕は割と諦めてたんですけど、うんうんうん、エルフでここまで勝ち上がったっていうのもお見事っていう。見事ですね。しかないですよね、うんうん、ちょっと使い方教えてほしい、うん、ねえ、すごいですよね、うん、でそれで珍しいデッキって言ったらあれですね、ネクロイ。
アーサー抜きロイヤルもバンパイを外してロイヤルを入れた形、うん、はい、確かに採用ではアーサーは入ってない形の、うんうんうん、レビアマスターとか入った感じのね、うんうん、ミッドレンジ、新しいミッドレンジロイヤル、そうですね、どっちかっていうとそのレイサムでもうすぐ決め切りたいっていう、そういったデッキに見えますね。うん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 、8までそのシトとかでしのぎつつレイサムで一気に決めるっていう、うんうん、まあ、ロイヤル自体はね、オクトリスとかそのシトとかがヴァンパイアネクロマンサーにかなり刺さるのは変わってないんで、若干アーサーの圧はなくなったんですけど、全然この2つには戦えるクラスだと僕は思いますね。はあ、なるほどね。これ上がったのもこれは全然順当かなと。でも実際にさ、2人ね、あのデイ2でしたっけ、 JCG の、はい、当たったのは どのクラスが多かったの？ヴァンパイアネクロマンサー、ヴァンパイアネクロマンサー4回ネクロマンサーロイヤル1回でした僕は。それで3人で負けちゃったんですけど、ヴァンパイアネクロマンサー3回と美少ネクかな、うんうん、美少ネクと、うん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 、ロイネク、ロイブかなには当たりましたね。はぁ、あと6回やってんな。でもビショップとロイヤルが1回ずつ、ロイヤル2回当たったかもってぐらいですかね。あとはネクロとヴァンパイアです。やっぱじゃあ大体の人がヴァンパイアネグロマンサーを選択していったっていう感じなんですね、うん、そうですね。やっぱこのナーフ前に比べると、このアーカスの採用枚数とか、あとフラウロスの採用枚数とかも結構増えてますよね。そうっすね、アーカスは確かに、うん、3が基本っすか今。そうですね、アーカさん、あのアーカスなんですけど、ミッドネクロのギルネリーゼって意外と取るカードがその環境に存在するんですよ、うん、はい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 、あの使徒ご筆頭に、あと名画の案内人とか、うん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 、お最近ロイヤルに神罰を積んでるロイヤルってのもちょっと流行ってて、へえ、相当ギルネリーゼを目立ってるみたいな構築も見られるんで、それでアーカスはもうそこら辺は全く関係ない、アーカスを展開すれば勝てるということで、アーカスが2枚のレシピが増えてきたかなと思いますね。うーん、俺はアーカス3だったね、もう絶対に引きたいというか、お3の人もねいましたね、うん、そうですね、うん、上がってると。そしてドラゴンネグロマンサーで上がったこちらフェイ選手、FEG 選手FEG 選手ですね、はい、フェグ選手、これはあの吉本のね、はい、あのフェグさんですよ ね、 ですね。いや素晴らしいですね、ヴァンパイアをチョイスしない選択、うん、いやドラはやっぱガルミが行かれて厳しいかなと思ったんですけど、うん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 、勝ってますね、うん、しかも2人勝ってるんですね、ドラゴンで。ドラゴンはそうですね、2人ありますよね、はい、2人いますね。だヴァンパイアネクロの次に実績あるのはドラと。そうですね、やっぱドラゴンの利点としてガルミーユナーフされたんですけど、結局ネクロマンサーに含有利っていうのは変わってないかなって思いますね、うんうんうん、なるほど、なのでネクロマンサーに絶対勝てるというぐらいの勝率がある時点で持っていく理由になりますし、あと現象のなんかとても評価してる人が言ったんですけど、ヴァンパイアは割といけるらしいっていう、現象ドラゴンで、はい、でまあついてもビフリぐらい、なるほど、ガンフリではないと。そうですね、はあ、いやでもなんかやっぱランクマッチとかだと、うん、まああのヴァンパイア使って対面ドラゴンだと、まあ、ほぼほぼ勝つみたいな感じはあるんですけど、うんうん、やっぱり話変わってくるんですかね。特にドラゴスネークがこちらガルミーユを、うんうん、ガルミユのねナーフを受けて増えたかなと。部別の打ち先としてドラゴスネークが評価されて、はい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 、序盤の横並べが結構強くなったんですよね、うん、ヴァンパイアでドラゴンに負ける時って序盤の横並べなんですよ、うんうんうん、ユレインとか1コスト11とかで横並べをして、これが対処できずにそのまま引かれると、はい、っていうパターンが結構あるんで、それを狙ってドラゴスネークが、確かにフェイグ選手は3枚採用で、この方は2枚、草加選手は2枚採用ですね、うん、ドラゴスネークが結構大好きな方ですね、うん、鍵を握ってるんじゃないかなと思いますね、うん、
普通もう本当に5ターンとかで勝負決まる時ありますよね。もう取れずに、うん、取れずに終わる。そうなんですよ。あとベレヌスの採用ができて、はいはいはい、ロマンサーがもうドラゴンに対してもなんかベレヌスもケルベルスにも進化切れるし、その勝率も変わるんじゃないかなとか思ってたんですけど、うん、ベレヌスの採用によってドラゴンスネークがめっちゃ強くなったんですよね。なるほどね。ベレヌス利用して何も考えずにベレヌスを置いちゃうと、突然のドラゴンスネークによって 2-2 と相打ちして1点ボンと飛んで、うん、ドラゴンスネークが分散するみたいな。なるほど。でその2体とも取れないとまた、ね、増えますからね。演奏とか多分、まあ憶測ですけどそういう試合とか多かったんじゃないかなっていう。ベレヌスありがとう、はい、ケルベロスありがとうみたいな。いやそれはすごいね。そうナーフの影響もあったんですけど、結局ネクロにはガン有利ということで減少ドラゴンは上がってきましたね、2名ね。でもこれを本当にね、環境調整から 3,4 日で見つけてくるっていうのはすごいっすよね。いやすごいっすよね。本当正直ヴァンパイアネクロマンサー以外も何も考えてなかったっすね。強烈買おうと思って。でもなんかそのランクでそのネクロあんま勝てなくて、うん、思ったよりヴァンパイアに比べて勝てなくて、うん、最後まで悩んだんですけど、結果 JCG ではネクロはめっちゃ勝てましたね。いやネクロは強いよね、本当に隙がないもんね。あとなんかやっぱシャドーバースな感じしますね。あの10ターンで決まっちゃう感じ。それは結構シャドーバースしてる感じやって楽しかった。そうですね、うん、なんかちゃんとなんか盤面と付き合うというか、うんうんうん、いろいろタクも多いですし、回してても楽しいデッキですよね。まあ、ヴァンパイアネクロマンサーが一番多いっていうのは結局決勝でも変わんないかなと思いますね。あープレイオフでも、うん、ただこの環境でそのヴァンパイアネクロマンサー環境でこの勝ち上がったそのヴァンパイアネクロマンサー以外の組み合わせを持ってきた人はもうこれを信じるでもういいんじゃないですかね、うん。まあヴァンパイアネクロ以外持ってきてる時点でさ、やっぱそのクラスが好きとかなんか愛着絶対あると思うんだよね。この方が、まあ、その時点での愛着かどうか分かんないですけど、ここで予選を抜けたっていう一つの事実からの愛着はあると思いますよね、うん、そうですね。特にやっぱエルフとかは本当にノーマークだったんで、うん、これでやっぱ抜けてるっていうのは、うん、僕もなんかレイジのグランドファイナル行く時も決勝ドラネク持って行ったんですけど、予選ドラネク使って、うん、その情はありましたね。なるほど。ああ、なるほどね。こいつを信じするみたいな感じですかね。もうそれも何年前の話ですか。でもさ、1年前です。1年前。でも本当、なんかだからミラーの連動とかがかなり重要になってきそうな気がするな。確かにそうですね。このまま環境が変わらなければ。うん。いや予選1回ね、あのネクロミラーってやっぱ先行ガン有利じゃないですか。先行基本有利ですね、うん、普通に先行で順当に蹴るまで出したのに負けたんですよね。あそれがちょっとなんかここまた連動出てたかなと思って、うんうんうん、なんかケルベロスを出し合った時の当たり方とかいろいろありますからね、うん、あれめっちゃむずい。あの当たり方とかも多分本当にもう連動を重ねていけばもう自然にやっていけるようになると思うし、ヴァンパイアネクロマンサーって本当にどっちもミラーが難しいんで、うんうんうん、そこの連動ゲーになる可能性はありますよね。だからそれを避けて、まあ、FEG 選手みたいにドラゴンを持ってくるのか、うん、はいはいはい、気になりますね。まあ、環境の中心はヴァンパイアネクロマンサーで間違いないと思います。はい、といったところでね、楽しみだな。うん、じゃあもしよこれがまあこのままいったとして、レイジグランドファイナルだと BO5 になるじゃないですか。はいはい。もう一個デッキ足すなら何のデッキだと思う？ドラゴン。おー、 FEG 選手のドラゴン。そういえばさっきちょっともうずっと忘れたんだけど、ウィッチもいないわ、ごめんなさい。あ、そうね、まあウィッチはね、どうぞどうぞ。ウィッチもいない、うん、うん、ウィッチもやっぱヴァンパイアネクロマンサーか、どっちもですね。きついっていう、うん、どんな方でもマナリアであろうと、うん、ギガキマであろうとちょっとしょうがないですね。ヴァンパイアネクロマンサーどっちも不利の作るデッキはさすがに上がらないって感じですかね。ということで、まあ秒5だったらドラゴン、
ドラゴン、もうなんか分かりやすく上3つ持っていきたいなっていうのはあります、ね、勝つために自分だったら、僕はドラゴンかロイヤルですかね。無難だね無難ですよ無難な人が勝ちますうん、いやまあそんな感じですか。まあそれあれですよね、ユファイ、うん、ミニとかだったらね、全然そのリーシナとかでもそう試合数多くないですもんね。でも公開性っていうのはあるよね、うん、明らかに違うのって鉄器がなんか こういう GCG のオンライン大会みたいな、だってこれって11回勝たなきゃいけないんですよ、うんうん、確か10回かな、10回勝たなきゃいけないんですけど、うん、10回勝たなきゃいけないにちょっとリーシナ連れてくのは不心配かもしれないですけど、3回勝てばいいとかだったら全然ちょっと上振れを狙ったデッキとかでもいいですよねまあそれはありますね、うん、右手を信じて、うんうんうん、3回リーシナ引けばいいだけみたいなのは。あとあれなんか公開制で、まあアグノムさんとかプロリーグで公開制じゃないですか、はい、なんかあるんですか気をつけてることみたいな。気をつけてることはやっぱりちょっとケアさせたいカードっていうのは入れないといけないかなって思います、ね、ジャバオークとか例えばジャバオークすごい分かりやすいので言うとミッドエンジネクロマンサーアンリミですけど、アンリミでミッドネクロ使うんだったら箱の少女1枚入れたいとか。ああなるほどなるほどなるほど、進化で取られるぞみたいな、はい、分かりやすい、相手がやっぱりリスクをやっぱ背負ってほしい、動揺させたい、うんうんうん、みたいな。いやー面白いっすねやっぱ。動揺もありますしな、もう、うん、一戦のプランとしても成立しちゃうんですよね、ハコンが入ってないと、うんうんうん、2ターン先にこれに進化切って詰めようみたいなことができちゃうんで、うんうんうん、そういったプランも崩せるようなカードっていうのはちょっと指しておきたいかなと思います、ね、おーこれ勉強になるわ。タク増えますもんね相手からすると、うんうん、何ケアしなきゃいけないっていうタク増えるだけでちょっと思考が歪むかもしんない。あということで、じゃあ名画の案内人ですか、やっぱり一旦案内人は全然おすすめです。僕は JC 予選持って行ったんで案内人、入れてたんですか。入れてました入れてました。ほー活躍しました。引かなかったっすその時は、まあ、ピン差しなんでそういう時もありますよ、ねうん、カードゲームだから。あとはね、イビルコフィンとか好きだね、イビルコフィン。イビルコフィンは確かにあれ、今日見たカード言ってるだけでしょいたずらなネクロマンサーいたずらなネクロマンサーもう見ないよ、いたずらなネクロマンサーは。まあ、減らないから、はい。まあ、そんな感じでね、うん、まあ、今、玄関強は、まあ、ヴァンパイア、ネクロマンサーがやっぱ今、二強という形で、うん、まあ、それを基準にして、まあ、環境がちょっと動いてるかなというところでしょうかね。はい、はい。まあぜひ皆さんこちら参考にして、まあ ES 大会とかありますから、そちらにね、ランページバトルもあるぞ。お、ありますね、天野さんが解説のやつだ。そうですねはい、ありますからね、ちょっと玄関今日戦って戦い抜いてください。以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあさよなら。